皆さんこんにちは、ほぼ毎日の王です。昨日ね、皆さんに中国の挨拶を紹介しましたね。ネイティブな人が使う挨拶を紹介しました。思い出しましょう。何を教えたかというと、ご飯食べました、ご飯食べたかっていうね、ネイティブな人が使う挨拶ですけれども、3種類の言い方を紹介しましたね。まだ忘れてないですよね。はい、1個目、そして2個目、一番簡単な3個目。はい、よくできましたとか知らんけどね、まあ、もう一回見てください、ね、リンクも下に貼っておきます。はい、今日皆さんにお教えするのは、またね、食べるに関連するフレーズなんですけれども、これね、これもなかなかね、聞いたことないと思います。そのままね、日本語を訳すと、ごちそうさま、お腹パンパンという意味になります。これ本当の意味わかりますか？じゃあ中国語を言いますよ。吃饱了撑着、吃饱了撑着。で、吃饱了はご飯食べてお腹いっぱいという意味ですね。もういっぱいという意味ですね。撑着はもう苦しいという意味です。苦しいという意味ですね。吃饱了撑着、吃饱了撑着、吃饱了撑着。じゃあ本当の意味ね、皆さんに教えします。これはね、余計なことするという意味です。余計なことする。だいたいね、喧嘩するときに使うんですよ。残念ながら。あまり使うシーンないかもしれないんですけれども、まあ、喧嘩の、まあ、ドラマとかね、出てくるかもしれないけど、中国いたら見えるかもしれないな。ね、夫婦二人で喧嘩するときは、你吃饱撑着とか言うんですね。にはあなた。あなた余計なことしてるよ。もう相手ももう強気だから言い返しますけれども、你才吃饱撑着、你才吃饱撑着とか言います、ね、你才はあなたこそ、才はこそという意味ですね。あなたこそ余計なことしてるよ、ね、というふうに言います。どうですか、私と喧嘩してみますか、まあ、喧嘩はね、日本語でできないな。日本語でできないね。なんかね、その独特の雰囲気ね、まだ掴めてないっていうか、あんまりチャンスがない。あと下結構巻くんじゃないですか。ドル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 、負けないですよ。それが残念ながら負けないですね。まあ、別にこれ喧嘩用じゃなくてもね、普段でも使えますから。私もう食べれない、我吃饱了撑着了撑着了、もう苦しいです、ね、そういう風に使えばいいんですよ。我吃饱了撑着とか言わないけどね、まあ、言ったらね、面白いと思うんですけれども、まあ、機会あれば使ってみてください。最後ね、もう一回私について言ってみましょう。吃饱了撑着、吃饱了撑着、吃饱了撑着、吃饱了撑着。はい。ぜひね、いろんな場面でね、応用してみてください。それでは今日のほぼ毎日は以上でございます。皆さんまた明日撮るかな、わかんない、またね、バイ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 。